はい、どうも、楽しいおしごはんの時間ですよ。今日はですね、歯医者に行きまして、新大久保で、そこからちょっとこう散歩しながら大久保駅 JR の方のところまで歩いて行きました。で、今から食べるのは大村庵さんです。新大久保じゃない、大久保の駅のすぐ近く目の前にあるお蕎麦屋さん。今日暑いですね。暑いんですけど、まあお蕎麦屋さんに行って僕が食べるのは大体カツ丼セットということになると思うんですけど、美味しくいただいていきたいと思います。めちゃめちゃ楽しみです。いってきます。来ました、カツ丼セットです。めちゃめちゃ美味しそう。はい、お待たせ。そうなんですけど、言うことはやってないです。
どうぞ、どうぞ。はい、どうぞ、どうぞ。大丈夫ですよ。田代本人もリストラ宣告した人たちの責任を持ってたりして、何が起こってもその人を恨むなって妻の松子さんに言ってたらしいです。カツ丼と冷たいそばのセット、小村さん、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。はい、歯医者さん2回目行ってきました。今回行ってきたのはちょっとね、あの前取って取れちゃったのをこうやって外して肩取ってやったのを今日はめてきてっていうのがこれです。次回からまた違うところをジャウ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 とやっていただいて綺麗にしていきたいと思います。今回はこんな感じでした。ありがとうございました。あ、すいません、忘れてました。大事なの、新大久保のデンタルハウスヒデさんです。歯医者さん、